つさなっちゃ、みんな皆さんおつさなっちゃです。おつさなっちゃポーズ、おつさなっちゃ。アリさん、ゾダン、ありがとう。ゾダン今日、トモさん、ティムジティムジもありがとう。今日しんちゃん、おつさなっちゃありがとう。トクエロ、おつさなっちゃありがとう。サムさん、こんばんは。こんばんはです。やっちー、さっきぶりだね。やっちもありがとう。かっちゃん、おつさなっちゃ、かっちゃんありがとう。サイリュウさん、クリッチさん、ありがとうございます。カイケイトさん、こんばんは。パオンさん、こんばんはです。メンバーさん、おつさなちゃんありがとうございます。トモさん、オンライントーク、ももちゃんと一杯した。お、白鳥とは白鳥とはトモさん。コモコさん、おつさなちゃんありがとう。コモコさん、こんにちは。サナちゃん、ジェイトジェイト、こんばんは。ベッチュさん、パッティさん、トモさん、ほとんどニャンコの様子見せたよ。おお、ジェイトジェイト投げキスだ。お、ジェイトジェイトにちゃん。ティムジ、ティムジありがとう。本当にトクエロお話ししたかったの、お仕事。そうだよね、トクエロお仕事お疲れ様です。しーちゃん、さーちゃん、こんばんは。焼肉屋さんの帰り道ですって、いいな、うん、何の部位を食べましたか。何の部位が一番美味しかったですか。ジェイさん、こんばんは、ありがとう。ショウさん、こんにちは、こんにちはです。キスヌドウさん、見て皆さん、あー、おつさなっちゃ、みんな皆さん、おつさなっちゃです。おつさなっちゃポーズ、おつさなっちゃ。アリさん、ゾダン、ありがとう。ゾダン今日、トモさん、ティムジティムジもありがとう。今日しんちゃん、おつさなちゃんありがとう。トクエロ、おつさなちゃんありがとう。サムさん、こんばんは。こんばんはです。やっちー、さっきぶりだね。やっちもありがとう。かっちゃん、おつさなちゃん、かっちゃんありがとう。サイリュウさん、クリッチさん、ありがとうございます。カイケイトさん、こんばんは。パオンさん、こんばんはです。メンバーさん、おつさなちゃんありがとうございます。トモさん、オンライントーク、ももちゃんと一杯した。お、白鳥とは白鳥とはトモさん。コモコさん、おつさなちゃんありがとう。コモコさん、こんにちは。サナちゃん、ジェイトジェイト、こんばんは。ベッチュさん、パッティさん、トモちゃん、ほとんどニャンコの様子見せたよ。おお、これでもっとお歌を頑張ろうと思います。これをゲットしたので、もっとお歌頑張る。マシュマロサキャラさん、ロドマンさん、マサゴメタルさん、ありがとう。ミルキー、グッドナイトさん、グッドナイト。ベッチュさん、ヘッドホンかっこいい、かっこいいでしょ。パッティさん、ヘッドホン、そう、ヘッドホン。かっちゃん、かっちゃん、おめでとうございます。ありがとう、かっちゃん。カンタさん、おつさなちゃん、ありがとうございます。しんちゃん、赤身大好き、ロース派です。あ、ロースってなんだロースってなんだろう。さくらさん、おつさなちゃん、ありがとう。サムさんのファンレベルが自由に上がりました。ありがとう、サムさん。お高いやつ、パティさん。え、もうめちゃめちゃお高いやつです。ナカさん、こんばんは。ありがとうございます。嬉しそうなそのメロ見て嬉しい。やっちーかわ。ありがとう、やっちー。そのやっちーが好きだよ。ゴングマさん、おつさなちゃん、ありがとうございます。お歌はノイキャンされないから注意してる。あ、かっちゃん、もうそれはもうお持ちの論でございます。おなし会楽しかったです。ワンワンって、ありがとう。マサパパ、面白いとりね、感動しちゃった。本当にありがとう。マサゴメテラ、ハート100ありがとうございます。ニスケ先生もハート100ありがとう。ニスケ先生、ジャージー、生写真買ったよ。赤ジャージ着た時どんな感じでしたって。あ、待って、赤、ありがとう。男やろ、赤ジャージ着た時どんな感じでした。え、いっぱい写真撮りましたよ。いっぱい写真撮ったから載せますね。今夜もサッカー応援カーから勝ちました。応援家から勝ちました。どういうことだろう。友さん、さくらさん、ハート100ありがとうございます。そのサナメロが大好きで、ありがとう、ありがとう。にょどかわいたさん、あ、にょどかわいたな、ありがとうございます。おつさなちゃん、ありがとう。さゆりさん、ハート100ありがとうございます。ありがとう。ヘッドホン似合ってる、ティムジ、ありがとう。ヘッドホン、イヤーカフのところがホタテの貝柱。そんなわけない、そんなわけがないんだけど。アイラビー、ありがとうございます。あれ、だだだだ、やっちゃありがとう、やっちゃありがとうね。月さん、こんばんは、ありがとうございます。ホタテの貝柱、イヤーカフのところが、そんなわけ。お話し会で話せない日の夜はとても切ない。俺だけじゃないはず、にすけです。そうですね、でもお話し会もね、時間がね、あれですしね。また今度話そうね、ゆすき先生。トリカさんが初音もありがとうございます。インライ気づかず2回とも行けなかったって意味で、え、全然ね、インライはね、ほんと皆さんもうね、気軽で大丈夫です。本当にインライは
もうねちょっと聞いてほしい、院内は本当に白鳥のもうただのもう暇つぶしなんで、あの皆さん本当にあの本当にあのもう暇な時で大丈夫です。皆さんが本当に来るのは本当に本当にこれ本当にキラキラ投げ切りありがとう、縁起のたありがとう、マサパパもサナチ見て感動しました、ありがとうマサパパ大好きです。トカロ今度お子さんサナちゃんのサイン入り生写真当てたいのめちゃレアよね、当てた方羨ましいってこれありがとう、当ててね。もちちふけいさんおつさなちゃんありがとうございます、ありがとう、まこさんもありがとうございます、ごめんにゃごめんにゃ。さらちゃんの暇こそ見たい聞きたいね、すけじさん、あ暇こそでもなんか完全オフって感じがすると思います。たぶん007さんおつさなちゃんありがとうございます、まさかごめんたる、あはだやくありがとう、ミルク投げキッスちゃうだ、投げキッスミルクにいっちゃう、ありがとうございます。今夜もサッカーあこれ読んだか、院内爆笑でしかなかったベチさん、えもうねちょっと院内は本当にオフって感じなのでもうね本当に気軽に見てくれたら嬉しいです、気軽に見れる雰囲気の院内好き、ありがとうコモコさん、これからもよろしくお願いします。うん、その暇が見たいのかっちゃん、あれなかっちゃん待ってるね、次の21日は寂しい夜を迎えるピアノやちゃん、うんやちー、次はね皆さん21日にオンラインお話し会があって木曜日だからちょっとね時間的にどうなんだろうというところもあるんですけど、ぜひ21日で皆さん白鳥とお話ししましょう、お話ししてください、ぜひ白鳥とお話ししてください。あゴグマさんこんばんはです、ありがとう、ニスキ先生ハート500ありがとうございます、生写真セット今買いましたってゾウさん、ゾウさんありがとう、ゾウさん、あ待ってリアちゃんだ、リアちゃんありがとう、リアちゃん今日ね本当にねリアちゃんの言葉を聞いてシャトリもう本当感動しちゃって、もっと自分自身も頑張んないとなって思ったし本当に心の支えって感じがします、本当にありがとう。今日生写真あ院内参加してたら暇人確定で草木さん確かにいやでもいいんじゃないですか、その暇をみんなでね共有できる良きそういうのが見たいんですよって無事ぜひね LINE してたら来てください、オンライントーク LINE 電話してるみたいでと友さん、あでも確かに LINE 電話そうですね、 LINE 電話にめっちゃ近いですね、オンラインお話し会、ゆきさんこんばんはありがとうございます、とこやら早くさなちゃんに会いたすぎて本当うずうずで、よしあたりもうずうずだよとこやろ、会いたいよ、ネオファイブさんこんばんはありがとうございます、今回の生写真は買いました、まあ、前回のトコさんに譲ってもらったティムジ、あそうだったんですね、ありがとうティムジ、あーケンニーケンニーヤッホーつつなちゃんありがとう、木下の猫さんもつつなちゃんありがとうございます、もうね MKT もありがとうつつなちゃん、リアちゃんちゃんと伝えたいことをカンペにまとめてきたのに緊張でカンペが無視して喋っちゃった、リアちゃんこちらこそあのさあのこちらこそさシャトリも結構喋っちゃうからさね、ちょっと喋っちゃったからさなんかリアちゃんがそう言いたいことが言えなかったかなって、あとでシャトリも考えてたんだけど、またお話ししようね、久しぶりに投げキッスちょうだい、ママあーマサママに投げキッスちゅありがとう、マシュマロさくらさんハテハクありがとうございます、ね、確かになんかお話し会ね普通のチェキ会より緊張する、アイラビューありがとうありがとうございます、アイラビューマサパパありがとう、あジェイドジェイドかジェイドジェイド、マサパパくれたジェイドジェイドありがとう、マサパパありがとうありがとうございます、オリメタだ、和風ラーメンを食べましたがとても美味しかったです、おーラーメンイズデリシャスラーメンイズデリシャス、和風ラーメンをどこで食べたんだろう、ドイツ、ドイツで食べたのかな、マサパパのファンレベルが21に上がりました、ありがとうマサパパ、えどこで食べたんだろうオリメタル、ラーメンどこで、ウェアウェア、ケイタロウさんお伝えちゃんありがとう、ケイタロウさんこんばんは、えもう本当に白鳥これゲットできたからね、もうねあと100年頑張れる、こんばんこんばんこありがとうケイタロウさん、こんばんさあちゃん今日も可愛いね、アクタスさんいつもありがとうございます、今日毎日可愛いってありがとうございます、西野鳥さん見てめっちゃ目薬使い切ってる、すごくないですか、めっちゃ目薬使い切ってる人です、今日熊本行ってさらちゃん探した、あケイタロウさん残念ながら今日はいなかったです
始まる前も緊張で仕方なくて画面にさなちゃん映った瞬間泣きそうになったってリアちゃん、あー気づいたよ。なんかちょっとね、リアちゃんがちょっと泣きそうなの気づいて自分も泣きそうだった。本当にありがとう、お話ししてくれて楽しかったし、もうね感動しちゃった本当に。その本当に言葉に感動した、リアちゃんが言ってくれた言葉ありがとう。もうね感謝しかない本当に、ありがとう。ケタさん、今日熊本いてさなちゃん、あこれ読んだヘッドホン興味深いのでもう少し見たい。どこのメーカー、これアップルですね、アップルのヘッドホン。えこれ2年前くらいに発売したやつかな、これこれテカテカのやつつけて、おつさなっちゃ、みんな皆さんおつさなっちゃです。おつさなっちゃポーズ、おつさなっちゃ。アリさん、ゾダン、ありがとう。ゾダン今日、トモさん、ティムジティムジもありがとう今日。しんちゃん、おつさなっちゃありがとう。トクエロ、おつさなっちゃありがとう。サムさん、こんばんは。こんばんはです。やっちー、さっきぶりだね。やっちもありがとう。かっちゃん、おつさなっちゃ、かっちゃんありがとう。サイリュウさん、クリッチさんありがとうございます。カイケイトさん、こんばんは。パオンさん、こんばんはです。マイパーさん、おつさちゃんありがとうございます。ともさん、オンライントーク、ももちゃんと一分した。お、白鳥とは白鳥とは。ともさん、こもこさん、おつさちゃんありがとう。こもこさん、こんにちは。さなちゃん、デートデート、こんばんは。べっちゅさん、パッティさん、ともちゃん、ほとんどにゃんこの様子見せたよ。おお、これでもっとお歌を頑張ろうと思います。これをゲットしたので、もっとお歌頑張る。マシュマロさくらさん、ロドマンさん、マサゴメタルさん、ありがとう。ミルキー、グッドナイトさん、グッドナイト。ベッチュさん、ヘッドホンかっこいい、かっこいいでしょ。パティさん、ヘッドホン、そう、ヘッドホン。かっちゃん、かっちゃん、おめでとうございます。ありがとう、かっちゃん。カンタさん、おつさなちゃん、ありがとうございます。しんちゃん、赤身大好き、ロース派です。あ、ロースってなんだロースってなんだろう。さくらさん、おつさなちゃん、ありがとう。サムさんのファンレベルが自由に上がりました。ありがとう、サムさん。お高いやつ、パティさん。え、もうめちゃめちゃお高いやつです。ナカさん、こんばんは、ありがとうございます。嬉しそうなそのメロ見て嬉しい。やっちーかわ、ありがとう。やっちー、そのやっちーが好きだよ。ゴングマさん、おつさなちゃんありがとうございます。お歌はノイキャンされないから注意してる。あ、かちゃん、もうそれはもうお持ちの論でございます。おなし会楽しかったです。わんわんってありがとう。マサパパ、面白とりね、感動しちゃった本当に、ありがとう。マサゴメテラ、ハート100ありがとうございます。ニスキ先生もハート100ありがとう。ニスキ先生、ジャージ生写真買ったよ。赤ジャージ着た時どんな感じでしたって。あ、待って、赤、ありがとう男野郎。赤ジャージ着た時どんな感じでした。え、いっぱい写真撮りましたよ。いっぱい写真撮ったから載せますね。今夜もサッカー応援カーから勝ちました。応援家から勝ちました。どういうことだ。お友さん、さくらさん、肌100ありがとうございます。そのスナメロが大好きで、やっちゃありがとう、ありがとう。にょど乾いたさん、あ、にょど乾いたな、ありがとうございます。おつさなちゃん、ありがとう。さゆりさん、ハート100ありがとうございます。ありがとう。ヘッドホン似合ってるって、めちゃありがとう。ヘッドホン、イヤーカフのところがホタテの貝柱。そんなわけない、そんなわけがないんだけど。アイラビーありがとうございます。あれ、だだだだ、やっちゃありがとう。やっちゃありがとうね。月さん、こんばんは、ありがとうございます。ホタテの貝柱、イヤーカフのところが、そんなわけ。お話し会で話せない日の夜はとても切ない。俺だけじゃないはず、にすけです。そうですね、でもお話し会もね、時間がねあれですしね。また今度話そう、にすけ先生。トレカさんが、どうもありがとうございます。インライ気づかず2回とも行けなかったって。え、全然ね、インライはね、ほんと皆さんもうね気軽で大丈夫です。本当にインライはもうね、ちょっと聞いてほしい。院内は本当に白鳥のもうただのもう暇つぶしなんで、あの皆さん本当に、あの本当に、あのもう暇な時で大丈夫です。皆さんが本当に来るのは本当に本当に、これ本当に。キラキラ投げ切りありがとう。エンギロタありがとう。マサパパもサナチン見て感動しました。ありがとう、マサパパ大好きです。トクエロ、今度こそサナちゃんのサイン入り生写真当てたいな。めっちゃレアよね、当てた方羨ましいって。これありがとう、当ててね。もちちふけいさん、おつさなちゃんありがとうございます。ありがとう。まこさんもありがとうございます。こんばんにゃ、こんばんにゃ。
さらちゃんの暇こそ見たい聞きたいねすけ先生、あ暇こそ、でもなんか完全オフって感じがすると思います多分。0073おつさなちゃんありがとうございます。まさごメタル、あはだよくありがとう。ミルク系投げキッスだ、投げキッスミルクにいっちゃう、ありがとうございます。今夜もサッカー、あこれ読んだか、院内爆笑でしかなかったベチさん、えもうねちょっと院内は本当にオフって感じなので、もうね本当に気軽に見てくれたら嬉しいです。気軽に見れる雰囲気の院内好き、ありがとう。コモコさんこれからもよろしくお願いします。うん、その暇が見たいのかっちゃん、あれなかっちゃん待ってるね。次の21日は寂しい夜を迎えるピアノやちゃおう、うん、やち。次はね皆さん21日にオンラインお話し会があって、木曜日だからちょっとね時間的にどうなんだろうというところもあるんですけど、ぜひ21日で皆さん白鳥とお話ししましょう。お話ししてください、ぜひ白鳥とお話ししてください。あゴングマさんこんばんはです、ありがとう。ニスキ先生ハート500ありがとうございます。ま生写真セット今買いましたってゾウさん、ゾウさんありがとう。ゾウさん、あ待ってリアちゃんだ、リアちゃんありがとう。リアちゃん今日ね本当にねリアちゃんの言葉を聞いてシャトリもう本当感動しちゃって、もっと自分自身も頑張んないとなって思ったし、本当に心の支えって感じがします。本当にありがとう。今日生写真、あインライ参加してたら暇人確定で草木さん、確かにいやでもいいじゃないですか、その暇をみんなでね共有できる、よきそういうのが見たいんですよティムジだからぜひでインラインしてたら来てください。オンライントーク LINE 電話してるみたいだと友さん、あでも確かに LINE 電話、そうですね LINE 電話にめっちゃ近いですね、オンラインお話し会。ユキさんこんばんは、ありがとうございます。とかやら早くさなちゃんに会いたすぎて本当うずうずで、えシアトリもうずうずだよとこやろ、会いたいよ。ネオファイブさんこんばんは、ありがとうございます。今回の生写真は買いました、まあ、前回のとこさんに譲ってもらったティムチ、あそうだったんですね、ありがとうティムチ。あーケンニー、ケンニーヤッホー、おつさなちゃんありがとう。木下の猫さんもおつさなちゃんありがとうございます。もうね MKT もありがとう、おつさなちゃんリアちゃんちゃんと伝えたいことカンペにまとめてきたのに緊張でカンペが無視して喋っちゃった。リアちゃんこちらこそ、あのさあのこちらこそさ、シアトリも結構喋っちゃうからさね、ちょっと喋っちゃったからさ、なんかリアちゃんがそう言いたいことが言えなかったかなって、後でシアトリも考えてたんだけど、またお話ししようね。久しぶりに投げキスちょうだい、ママ、あーマサママに投げキスちゅ、ありがとう。マシュマロさくらさん、ハテハクありがとうございます。ね、確かになんかお話し会ね、普通のチキ会より緊張する。 I love you ありがとう、ありがとうございます。 I love you マサパパありがとう、あジェイドジェイドか、ジェイドジェイドマサパパくれた、ジェイドジェイドありがとう、マサパパありがとう、ありがとうございます。オリメタだ、和風ラーメンを食べましたがとても美味しかったです。おーラーメン is delicious ラーメン is delicious。 和風ラーメンをどこで食べたんだろう、ドイツ、ドイツで食べたのかな。マサパパのファンレベルが21に上がりました、ありがとうマサパパ。えどこで食べたんだろう、オリメタルラーメンどこで、ウェアウェア。ケイタロウさんおつさなちゃんありがとう、ケイタロウさんこんばんは。えもう本当に白鳥これゲットできたからね、もうねあと100年頑張れる。こんばんこんばんこ、ありがとうケイタロウさん。こんばんはさあちゃん、今日も可愛いね、アクタスさんいつもありがとうございます。今日毎日可愛いってありがとうございます。西野鳥さん見て、めっちゃ目薬使い切ってる、すごくないですか、めっちゃ目薬使い切ってる人です。今日熊本行ってさらちゃん探した、あけたさん残念ながら今日はいなかったです始まる前も緊張で仕方なくて画面にさらちゃん映った瞬間泣きそうになったってリアちゃん、あー気づいたよ、なんかちょっとねリアちゃんがちょっと泣きそうなの気づいて自分も泣きそうだった、本当にありがとう、お話ししてくれて楽しかったし、もうね感動しちゃった本当に。頑張ろうね一生、豚ロースのとんかつ大好きってしんちゃん、ありがとう。もうね覚えることたくさんあって大変だ、キセンさん本当に大変、これから覚えなくちゃいけないこといっぱいありそう、なんか本当に
同じから一番手だと思ってなくて1分前ぐらいになってて慌てて外出たって、ありがとうマサパパ。そう一番手、イチボよりイケボが欲しい今日この頃。タコエラ、いやタコエラはイケボじゃなくていいよちょっとそれもおかしいけどメンチカツ大好き。え、わかる。え、私のママメンチカツ大好きですよ。オケダオさん、私のママメンチカツ愛好家。僕はタンとハラミしか食べません、かっちゃん。え、タン、え、それでもタン大好き、本当にタン好き、本当にタンが好き。白鳥、あのタン、タン、タンのあの塩レモンみたいなが好き。僕焼肉はハラミ一択 MKT。 え、ハラミって食べたことないかも。あるかな、ハラミって食べたことないかもしれない。サナチーの場合美味しければ気にしなくていいと思う、マサパパ。あ、そうですね美味しかったらどこでもいいかも。一番年寄りなので油が少ないヒレが一番ですね、テッドさん。そんな、そんな。でもヒレって美味しいの。え、なんかもうなんかどこがどこか分かんないけど、焼肉行ったらとりあえず出された、あの出された、うん、出されたお肉食べるとんかつ、あ、とんかつ和光美味しいって聞く。ロースカツ弁当が安くて美味しいよ、しんちゃん。え、そう、和光って美味しいって言いますよね。え、どこだ、丸いやつ。カルビじゃない、好きなの違うか。ママがいつも頼んでるから食べてるだけで知らないんだよね、多分どこの部位か名前知らない。ハラミと何、ハラミと何食べてる、いつも。ハラミとロースらしいです、知りません。とタンだよね、ハラミとロースとタンを食べてるらしいです、いつも知らなかった知らずに食べてた。そう、ママがさ、いつもあの焼肉行ったら勝手に頼むから、勝手に頼んでくれるから部位とか分かんないから。オオカクマク食べてんの、待って、私たちオオカクマク食べてるんですか、牛の。え、牛ありがとう、命をいただくですね、牛さんありがとう。新幹線 Wi-Fi 使えるけどトンネル入ったらつながりにくいから、山陽新幹線はトンネル多い。ケイトロさん、そんなのか、確かにトンネルつながんないイメージある。タレ塩レモンどれが好きですか。レモン、レバー好きやちっちゃいでも大好き。待って、隣の家のさ、あのご飯の匂いが入ってきてる。吉祥寺にメンチカツが美味しいお肉屋さんがあって並んで食べたことあるってイメージ。え、何知りたい、どこ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 。吉祥寺によく行くからさ、あの知りたい。やっぱりハラミは人気ある MKT ね。さすがママ脂身は控えてくれてるんですねって、しんちゃん。え、もうそんなんも知らずに食べてましたかっちゃんのファンレベルが17に上がりましたって、ありがとうかっちゃん。ハラミとロースですね、メモメモ溶ける、うん、らしい。どこの部位か知らずに食べてた、でも美味しかったイメージ。ミルキー、アルゼンチンの肉は世界最高の肉の一つです、試せるならやってみよう。え、試してみたい。 I'm try、 I try it。 ベッチさん、焼肉食べたくなってきたって。ね、わかる。ジュジュ園のランチ美味しいよねって、食べたくなってきちゃった。ジュジュ園食べたことないの、とこやろ。スノースノーさん、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。私はハムカツが好きですか。じゃあわかる、ハムカツ美味しいよね。ちなみにスモールスイさんにもあります。ジェイクさん、サナが一番、ありがとう。吉祥寺佐藤っていうだから、覚えやすい、佐藤ね、ありがとうって。無事レモン了解です、今度からレモンで食べます。とかレモン美味しかった、タンのレモンがめっちゃ美味しい。え、わかる、リアちゃん、焼肉行ったらなんてかわからないけどわかめスープ食べる。わかる、それとも絶対わかめスープ食べる、本当にマジだね。あとなんかお肉よりあのビビンバとかが食べたくなる。サタンさん、やってたって、ありがとうサタンさん。鳥のお家からの匂いでご飯食べよう。え、なんかそこまでいい匂いじゃないんですよ、やだ。今日も飯テロ配信、ティムチね、みんな喋ってたらお腹空いちゃいますよね。吉祥寺の幸せのパンケーキの近く並んでるから一目でわかる、やじめろ。本当にそんな結構並んでるところなんだ、行ってみたい。女性に人気があるのがその3種類だと思う、マサパパ。え、そうなんだ。え、な、逆にさ、男性にあの人気がある部位ってどこ。私はお酒飲まない。あ、ケタさん飲まないんだ。いつまで生産でビール飲んでいいなって。あ、飲まないけどいいな、なんだ。ケイタロさん、佐藤はサンロード、いつまるのすぐそば。サンロード、いつまる、吉祥寺、あれどこだ、調べてみるね。
ケタさん飲まないんだ。りあちゃんわかる、ビビンバ食べれて、ね、なんかさビビンバ絶対食べたい、焼肉行ったら。ちょっとお肉食べたいなって時にジョジョ園のランチがお手軽で良き。そうなの、ジョジョ園ってそんなお手軽なんですか。石焼きビビンバ美味しいよね、ベッチさん。ほん大好き。ケンニー焼肉いたらよくカルビクッパ食べる。カルビクッパ美味しいよね、わかる。ケンニーそれも大好き。てかカルビが好き、カルビも好き。カルビしか分かんなかった、部位はちょっとカルビとタンぐらいしか分かんなかった。個人的にはタンが好きよ。ケイタロスあー一緒だ、一緒だね。ジョーカルビ、ノセパパ、なんかジョーカルビって美味しそう。ロノマンさん、吉祥寺に娘が住んでいまして。おお、吉祥寺に住めるなんてすごい。そこまでいい匂いじゃないって強いてる、ニースケ先生。ちょっとあんまりいい匂いじゃないのか、隣からね。ナイトさんが発音もありがとうございます。焼肉屋さん行ったら肉しか食べないよ、ひたすら肉を食べ続けてる。ケイタロさん、でもまあ確かに肉食べるために行ってますもんね、お肉屋さん。お肉屋さん、お肉屋さん、めっちゃ行きやすいな。牛角、あそう牛角行った、ライスがめっちゃ美味しくてキラーって。そのさ牛角の思い出なんですけど、あれ牛角の思い出、あ牛角は、牛角はキャベツが美味しいイメージで、店員さんがめっちゃ愛想いい人がいて、ですごく素敵な店員さんがいて素敵だなって思った記憶。ジョジョ園は1万円もあれば満腹になりますよ、しんちゃん。一人で、一人で1万円ジョジョ園って。千切りキャベツ合うよね、キセンさん。美味しい、ジョジョ園の焼肉弁当食べてみたいな、マサパパ。食べてみたい、食べてみたい。めっちゃ行きやすいな。あ、読んだ、ありがとう。ベッチさん、ハサミで切るカルビ好き。なんかすごそうだな。ライブ後赤身のお肉を食べると筋肉疲労が減るらしいよ、かっちゃん。すごい、本当に？本当にすごい。でも最近ね、疲労回復のなんかアミノ酸、ちょっとあんまり飲めてないけど、あ違う、ライブとかあるときは飲むようにする。あのアミノ酸、アミノバイタル、アミノバイタルをね買ってくれたから飲むように しますっていうか してるんです。そしたら疲労回復。そんなサナちゃんが素敵だなって、コモコさん、どんなサナちゃん、ありがとうコモコさん。私が東京住んでるときって羅生門って焼肉屋さんによく行ってたよ、ちょっと高め。あそうなの、羅生門ってあれだ、あの羅生門国語の授業で習った、あの羅生門って誰だっけ、羅生門って誰でしたっけ。パフュームさんの楽屋には毎回赤目のお肉があるらしい、かっちゃん。やっぱすごいな、すごいな。1人1万円くらいかかりました。美味しいから、美味しいから高くない、しんちゃん。あ、まあ美味しいから高くない。デザートのバリナイスとか杏仁豆腐とか、ニースケ先生大好き、そういうの。アミノ酸は何、なんとか脂質に含まれてるね。これなんて読むんだろう、カニ脂質、あどうだ、なんて読むんだろう。あそう、芥川龍之介やってみる。そう、芥川龍之介の羅生門。なんか羅生門、なんか国語の授業で習ってる時、白鳥の羅生門のイメージはなんかあのなんかなんでこんな文を書けるんだろうでした。なんでこんな文が書けるんだろうみたいな、なんか生々しいじゃないですか、色の表現が。羅生門、タンパク質って読むんだこれ。またタンパク質初めて知った、タンパク質ありがとう、皆さん教えてくれて。アミノバイタルは疲労のひどい時飲んでいます。クエン酸チャージ、クエン酸なんだあれ。ベニービーバットありがとう。焼肉もいいけどやっぱりイソマル行きたいなって。イソマルが一番。タンパク質どうぞ、ありがとう。しんちゃんも教えてくれて、ベッチさんもありがとうございます。アイラちゃん、アイラちゃんありがとう、今日ありがとうございました。どうぞ。韓国でカルビ食べてみたい、よくあり。わかる、ケイタロさん、シェルトルもね韓国行ってねカルビ食べたい。今度サラちゃんにジョジョ園弁当をデリバリーしちゃおうかな。あとこれよろしく、よろしく。新大久保のホルモン焼肉、
ホルモン焼き光栄がいい肉使ってた。高いけどってめっちゃ高いのか。高いとこはちょっと難しいですね。だって高い、でも高いものを食べたとしてもそれが思い出に残るから、まあいっか、まあいっか。久しぶりに TikTok 投稿するね、リアちゃん。ありがとう。待ってる。もうすぐ、もうね、斎藤ことインにしに行く。ありがとう、リアちゃん。流星先輩、おつるちゃん、ありがとう、流星先輩。流星先輩、ありがとう。来てくれて。来たってことは、課題が終わったんですか終わったのかな。ひさ、皆様、体内では作れないので、しっかりお肉食べましょう、ずさん。お肉ね。なんか思うんですけど、やっぱお肉って食べようと思わないと食べないじゃないですか。やっぱ食べないとですね。お肉食べます。分かった、白鳥ここに宣言します。お肉を食べます。あと本場のキムチってどんな味なんだろうって思うのは韓国って。ケイタルさん分かるね。多分本場のキムチって多分甘さとかなさそう。なんか本当に辛いキムチって感じがする。アイタン誘ってお肉に食べに行ってよ。成長期だからしっかり食べなきゃ。しんちゃんね、アイタン誘っていきます。絶対に。サナちゃんは他隣肉となるから、サナちゃんの血となり肉となるからか。ティムジごちそうしてあげたい。ありがとうティムジ、ごちそうしてくださいごちになります。サナちゃんと行くお肉&お魚ツアーなんてあったら妄想しちゃいますって。バスガイドコースなんてキャッてあの妄想がね、妄想が膨らむ。豚肉も疲労回復するよ、ちいちゃん。え、本当に？え、何肉がいいんだろう。なんか疲労回復とか、あのなんか体に一番良さそうなお肉ってどこの部位なんですかね。終わりました。可愛い。ありがとう、リアさん先輩。よかった。えらい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 。来てくれてありがとう。肉食サナちゃん別の肉食になっちゃおうかな。お肉食べる宣言する人初めて見た。キセルさん。ちょ、お肉食べてみる。馬肉がいいよねとか、あ、やっぱりそうですよね。そう、馬刺しが今家にあるんですけど、全然か、あの冷凍しちゃってる。よし、馬刺し食べよう。まず馬刺し食べて、あと何がいい。馬刺しと、馬刺しは体にいいの分かるの。馬刺しと体にいいやつ、脂身の少ない赤身が、赤身がおすすめです。しんちゃん、え、赤身ってなんだろう。お肉食べたら野菜もしっかり食べてね。ゾさん、分かった。韓国企画みたいね、アイラちゃん。え、韓国企画やりたい、やりたい。え、なんで剣にこれさ星になるんだろうね。馬刺し、あ、刺すからかね。馬刺し美味しいの、めっちゃ剣に大好き、美味しい。でもね、馬刺しね、食べてるとやっぱ思うんですけど、なんかやっぱなんか馬をいただいてる感があるんですよね。馬刺し食べてると本当に生だからちょっと心苦しくなる。馬刺し食べてると本当にこれもうリアルに。もずくはとかやろ。え、もずく大丈夫、メカブで。隣町に食べ放題で2000円くらいの焼肉屋さんがあるんで、たまに行くよ。カルビもタンもあるから満足。安いですね、2000円って。焼肉の生姜焼き、あ、生姜焼き、まさパパ。お肉の赤い部分、白いところは脂身です。しんちゃん、白鳥のあの脂身ネタ嫌いなの。俺も好き、ケンに。ありがとう。俺も好き、大好き。どこの部位というより脂身の少ないお肉が体にはいいんですよね。そうだ。え、そう、わかる。体に良さそうなのは赤身っていうのはわかるけど、あ、赤身ってどの肉なのかがわかんない。なんか赤身代表な、なんなんだろう。熊本のお土産屋さんも色ついてたら馬刺し言ってた、慶太郎さん。え、そうなんですよね、絶対ね、馬刺し言ってますよね。慶太郎さん、ぜひあのいきなり団子食べてください。ウマ娘さなちゃん、キャ、君の愛はと、てんてんてん、走り出し、てん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 。まさパパ、年、う、牛年なので、馬肉食べられない、まさパパ。え、食べちゃいけないの、牛年の人って。え、ねえ、牛、虎、う、たつ、み、馬、羊、猿、鳥、犬、いい。白鳥は犬、間違えた。鳥、あ、間違えた、間違えた、鳥だ。赤身はダイエットにもいいんだっけ。別だ、なんかイメージある、ダイエットにいいイメージがある。赤身っていきなり団子好きって、ケンに。本当に白鳥も大好きなの、ケンに。美味しいよな、美味しいよな。皆さんに買ってきたい。
ちゃんと感謝して食べたら大丈夫。そして残さないことですね、ジョさん。そうですね、残さないことだ、残さないことだ。特攻さんの妄想おもろいな、かっちゃんね。もうね、膨らんじゃってる。今日シマンチュの宝を聞いてさなちゃんの一期一会思い出して泣いてました。泣いてたんかい。また聞きたいなって。え、待って、あのさ、僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。てて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 。あー、もう懐かしい。また歌おう。ゾさん、ハート500ありがとう。和牛は脂身が多いから柔らかいの。赤身食べるならアメリカ産かオーストラリア産のステーキが良き。しんちゃん、わかった。アメリカかオーストラリアね。わかった。私は羊年だからジンギスカンはほとんど行かない。慶太郎さん、ジンギスカン、ジンギスカンって聞いたことあるけど、あれってさ、羊なんですね。初めて知った。馬年、馬年です。共食いになる気がする。確かに、わざわざ、確かに。熊本は肥後の赤肉も名物ですよね。そう、肥後のね。西流さん、いやー、さあさあ、島んちの宝でカラオケで入ってたら聞かせてほしい。え、ちょっと歌ってみる、島んちの宝。僕が生まれたこの島の空を。団子はみたらし団子大好き、かっちゃん同じ。僕はなんかさ、シェルトよく思うんですけど、なんか他のメンバーの子たちっていうか、メンバーってどんな歌をカラオケで歌ってるんですか。皆さん教えて、ちょまげ。みんなどんな歌をさ、歌ってるのか気になるんですよ、メンバーみんなは。シェルトリーなんか歌う曲結構迷ってて、皆さん教えて。例えばゆうゆとか、どんな曲を歌ってらっしゃるのですか。教えてください。アイタンとかもみんなだけど、ファンさん歌ってるんだ。札幌の松尾っていうお店が美味しいよ、ティムジー。ありがとう。札幌に行ったらシーサーやってほしい。シーサーシーサー弾き語りしてんの、ハムさん。すごい。クマちゃんジャニーズ。あ、そうなんだ。アイドルさんばかりで分からなくて、だからサナちゃんのカラオケが一番好き。ありがとう。だから大好きだよ、白鳥も。ビーズとかランクとかワンオクケータルさん。え、それはさ、誰が歌ってんの。それ誰が歌ってんの、そんなすごいやつ。私ワンオクで一番最初に知ったのが、あのね、何だったっけ、なんて名前どう忘れしちゃった。欲望に満ちた青年団、あれで初めて知ったワンオクを。倒したけど他のグループのとこ行ってみたいから見てみる。え、ここ行っていいなら見てみるけど、ワンはダメ。マサパパ、行かないで、行かないで。いろんなジャンル歌いよ、ケイトロウさん。あ、ケイトロウさんがってことか、これ。え、ケイトロウさん、ワンオクとか歌うんですね。聞いてみたい。エバダラさん、こんばんは、ありがとうございます。今日もサナが一番やっちゃ、ありがとう。シマンチュの宝、ちょっと調べてみる。シマンチュの宝。シマンチュの宝？あった。この人たち。トゥントゥトゥトゥン、合ってるかなこれ。あ、これさー。ありがとう、ちーちゃん。もう私が歌うのでケイタロウさんね。さ、ケイタロウさんね、合ってるかな。キー、僕が生まれたこの島の空を僕はどれくらい知ってるんだろう。低いキーが。誰より誰よりも知ってる。悲しい時も嬉しい時も何度も見上げていたこの空を。教科書に書いてあることだけじゃわからない。それが
低っちょっと一番まで、おお、すごい、ちょっと低かった、皆さんごめんなさい、下手くそでした。でもね、思い出した、思い出しました、思い出したな。ファンサ歌うんだ、みんな練習します、練習しよう、ファンサ。教科書にパチパチ、ありがとう。ねえ、そう、懐かしいシマンチューンだから、書いてあることだけじゃわからない、大切なものがきっとここにあるはずさ。え、ならさ、同担拒否歌おうかな。同担拒否歌っていきます。今度は木あげて歌ってみたら。ね、でもいくつあげたらいいんだかわからないです。同担。シャトル、同担拒否ではないです。同担拒否って星入るのか、ここに。同担拒否、ん？ん？出てこない。なんで？許せないわ。許せないわ。モナちゃんで調べたらいいかな。あ、モナちゃんで調べたら出てくる。あ、出てこない。なんで？出てこない。ん？トリミーさん、ありがとう。なだそうそうでどんなやつだったっけ。良き曲です、そうだね。ハニワで調べたらいいか。ハニーワークス。同担拒否。え、なんでないんだろう。え、皆さん前シャラトリ歌ってましたよね、同担拒否。もう激おこぷんぷんだから、ヒロイン育成計画はインヒラタン。え、ちょっとどんな歌か一回思い出します。ヒロイン育成計画。バチがいすぎる世界、バシリばかり、雑用ばかり。でも前歌ってたんですよ、そう、ひ、あの、これ歌えないかも。困った時こそ私の一番可愛いところかな、とかやら、ちょっと声出しとして私の一番可愛いところを歌っていきたいと思います。え、その後さ、宇多田ヒカルさんの曲挑戦してみてもいいですか。一番あった、あれ、ありますよね、マサパパ。よっしゃ、あれ気づいちゃいましたか？
まれて30秒で最初に聞いた言葉は当たり前ですね、覚えてないけど嬉しかったはず。今でも大体のことは変わってないというか、そりゃ中身は変わっていますので、その辺でも評価。携帯のアンテナを光らせて、それが超キュートなあの頃だって知っていたり、っていうかアンテナって何って言ってるよな。付き合ってくれるの好き、私のどこが好き、ねえねえねえ、私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。だからそれ可愛い、あれ可愛いなんて、誰可愛い、それ可愛いなんて言わないで、私以外なんてママ、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 お水、ママお水。でも聞こえてない。私気づいちゃいました。毎日何十秒褒めらめら食ったお菓子は他よりちょうど甘くなるって前に聞いたような。さすがにそれなんか変だけど、私は言われたいタイプです。でもっとわかりやすくていいんだよ。お待ちしてます。何してもどんな顔見せててもいつも超キュートだって確信してるのは、なんだかさ知らなかったタイプの運命の人なの。付き合ったりよ、無理ごめん。それより楽しいよ、ねえねえねえ、私の一番可愛いところをよく見てる。そんな君が本当に超ラッキーな人すぎる。そして君が何年経ってもそう思えるように、私はそれに気づいた。来た、皆さん乾杯、せーの、乾杯。時もどんな表情してるかとか、気持ち悪いくらい想像をしちゃうから、それ可愛い、あれ可愛いよって、本当に可愛いって言って、私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。私の一番可愛いところをよく見てる。そんな君が本当に超ラッキーな人すぎる。そして君が何年経ってもそう思えるように、私はそれに気づいた。私の一番可愛いところに気づいてる。そんな君が一番すごいすごいよ、すごすぎる。そして君が知ってる私が一番可愛いの、私もそれに気づいた。だからそれかわいい、あれかわいいなんて、誰かわいい、それかわいいなんて言わないで、私以外なんてやだやだなんてありえない。ありがとう、本当に可愛いで、 KP もありがとうございます。宇多田ヒカルフォーエバーオブライフ、どんな歌だっけ。とても可愛いオリメタル、 Thank you。 もう一度言います、全部ですって。宇多田ありがとう。タタンタタタタン、さあちゃんの一番可愛いところはウィンク、ありがとう。ウィンクウィンクウィンクな、皆さんに何回したかちょっと数えてもらっとこう。宇多田ヒカルさんって何の曲があるっけ。ありがとうございます皆さん。1曲目終わり。あなたのいない世界じゃどんな願いも叶わないから。ちょっと難しいよね、あなた。
宇多田ヒカルさんのあなたか初恋歌うと思うけど、どっちもめっちゃ難しいんだよな。皆さん的にどっちがあれなんですかね。ファーストラバー行きましたから、ファーストラバー行ける。サチャが一番可愛い。ベッチさんありがとう。チャレンジね、どっちにしよう。あなたにしとこう。あなた、あなた。ちょっとこれはチャレンジって感じで。あなたのいない世界じゃどんな願いも叶わないから、燃え盛る豪華の谷間が待ってようと、守りたいのはあなた、あなた以外何にもいらない。会いたい以外の問題バトルに足らない、僕は望まない。神様お願い、相変わり映えしない明日をください。一日の終わりに撫で下ろすこの胸を、頼りにしてる人がいる。難しい。くよくよなんてしてる場合じゃない。わかんない。おー、ただの数字が特別になるよ。あなたと歩む世界は息を呑む。あー、ちょっと待って。美しいんだ、人を寄せぬ今夜の真ん中、私の手を握り返した。あなた、ちょっとこれは難しい。大会の問題バトルに、ちょっとこれは練習しときます。この歌ってあれなんですよね、宇多田ヒカルさんが子供さんに向けて歌ったのかな、わかんないんですけど。同担拒否もう一回調べてみる。ちょっと悔しい。低い？あった、同担拒否。あ、低いじゃない、ちっちゃい？嘘、同担拒否あった。皆さん、巡り会えた運命の星、私の闇に輝く星、積んで積んでマウント取って、経済回す推しを支援、香水封筒お手紙出そう、住所も載せて返事待ってる、都をこじらせて、しんどい愛してるのファンだけど、同じ人間を好きになっただけじゃん、誰かに向けたファンさにいつも嫉妬して落ち込んで、愛してるのファンだけど普通の恋と変わんないわけじゃん、イベントあるしすぐ会えるよね、他の声のファンさはほどほどにしてよね。これってってよねって言ってるんですよね。勘違いにあっては嫌い、つぶやきすぎるやつは嫌い、みつぶみつぶバイトはフルで、モテモテネイルおしろ、愛の大きさプラスタバトル、写真を撮ってツイートしてね、
知ってるのファンだけど全部知ってるし彼女みたいでしょ。たどりの相手勘ぐっちゃうし気になって朝会っちゃう。愛してるのファンだけどファンの子じゃない、認知されたいの。秘密守るし口は固いし一番近くがいい。結婚しちゃいましょう。気持ちはわかる、わかる。ティムジして落ち込んで。愛してるのファンだけど普通の恋と変わんないわけじゃん。イベントあるしすぐ会えるよね。他の声のファンさはほどほどにしてよね。待って、クマッチいるね。クマッチクマッチおしゃべりしようよ。クマッチ大好き。私も将来クマチのために生きる。言葉変だね。言葉変だったけど、ありがとうクマチ、来てくれてありがとうクマチ。私も行くね。え、てかさ、あの昨日クマチが変な髪型してたでしょ、配信で。あれ見に行けなかった。あの妖精アーロン、妖精アーロンしてたでしょ。ドタン拒否好きクマチさんがチコイ、あ、なんでですか。サワディありがとう、サワディありがとう。パチパチありがとう、ケンニーね。あれ歌おう次。あのさ、いきなり、いきなり東北さんの、わざとあざとエキスパート、わざとあざとエキスパート、これまた最近も聞いてて、ちょっと久しぶりに。あ、インダイコラボ良き。いつもそっけないのよ、くるきどおちゃって。会いたいでしょ、恋しいでしょ、素直になろうよ。それなら君の気を引いちゃいます。ドキドキあふれる大作戦。1分、2分、3分、4分 LINE も未読スルーするんだ。最近なんか気になって仕方ないんだよな。そんな感じで毎晩ずっと何でも何でもきっと SNS セックスちゃうでしょ。ほらもっと夢中になって、わざとあげたこのストーリー。君の足跡チェックするの、あざといなんて言わないで。だってラビューラビューラビュー好きだじゃん。わざと遅い日の靴字、私の心非公開。鍵をかけた恋心、ねえほらほらほら私を気にして。もっともっと可愛すぎるやろってくまちありがとうくまちさ、くまち、あのアイネット入れてね、好きだっちゃ入ってた。私の声で君が笑うから、その瞬間もきっと手足保存しちゃいたい。そのために心奪っちゃいます。明日は君の誕生日。5分、4分、3分、2分おめでとう。わざと早まってごめん、誰より早く伝えたかったんだ。そんなこと言えば あっという間、チョコレートみたい溶けちゃうね。
く振り向いて、わざとあざとエキスパート、私の心のぞいてよ、タイムラインも君ばっか、だってラビューラビューラビドキドキキュンチュ、君だけに限定公開、足跡つくの待ってるのに、このまま行けばロックアウト、そのやだやだやだ、私を愛してずっとずっと。お、チーズケーキさんフォローありがとうございます。かわいい、ありがとう。ケーキもです。私少し反省、あまり試すのよくないね、やけに遅い既読通知、やっぱ気になるなる、わざとあげたこのストーリー、君の足跡チェックするの、あざといなんて言わないで、やっぱラブキュン好きだじゃん。はい、わざと遅い既読通知、私の心非公開、鍵をかけた恋心、ねえほらほらほら、私を気にして、もっともっと、まさか君もわざとなの、好きだっちゃ。ありがとう、くまちんも可愛すぎて胸が苦しい。どうぞ、ありがとうありがとう、ラブ好きだっちゃ、ありがとう。よっちも得意なもん、まさパパ好きだっちゃ、好きだっちゃ。はい、好きだっちゃ。好きだっちゃ、はい。わざとはやっちのためなんで、分かったよ分かった分かった分かっちゃった。なんかさ、アイドルさんって何がいるかな。イコールラブ、イコールラブ、イコールラブ。皆さんありがとうございます。いっぱい何、愛の手みたいな、たくさんありがとうございます。本当にひ久しぶりにウォンチュウォンチュウ歌おう。これ大好きなシャイトリー、一番好き。さやちゃんマジ歌かわいい。トワイス聞きたいなところ、何がある？トワイスリクエスト。 You and me equal I'm for for you Say equal love Yeah You and me equal I'm for for you 秋風の中歩く君はどう思ってるの？プラトニック、それじゃダメ、おとぎ話じゃないから。あ、君だけの私だから大人なネイルも。ガスで知ったテクニック、たくさん攻撃してもそのダメージね。ぎこちなくカフェで話してる。慣れないこの景色をベビー見つめていないで、オンリーワンの魔法をかけてよ。ウォンチュウォンチュウ今すぐ、君が伝えないならお気に入りのリップはまだつけないまま、でラブユー。ウォンチュウォンチュウ気づいて、ヒロインにしてよ。言ったことのない言葉で安心させてまいたり、今がハッピーちゃんと言ってほしい。 I want you, I want you, is this okay? Shall we begin? そう言ってくるし、インドインドブー、チュチュミチュチュミベイ、チュチュミチュチュミベイ、ちょっと待って、誰このフォルナンバー、オーロン、チュチュミチュチュミベイ、許すからDon't leave me lonely, get you, get you, get you. 何気な
いプレゼントだって大事にしているの。もっとあなたに染めてよ。街の景色に紛れないように。ついつい気づいたオレンジ色のリップ少し高めポニーテールも似合うといいね。ラビュー。ついついこのままギュッと抱きしめたら二人だけのアパレードが始まるはずよ。巻いたりピンク色ハートは二人で作ろうね。わがままも笑って Won't you, won't you 今すぐ永遠を誓ってよ。お気に入りのリップはもう準備してるの。 Love you。 Won't you, won't you この手はもう離さないわ。夢でいてくれたようにね。安心させて巻いたりだら寂しい時さらえよ。ディアモンを愛してるだらそばにいるわ。安心してね巻いたり。 You and me call I'll fall for you Hey call love yeah. You and me call I'll fall for youありがとうございます。バンチャーバンチャーカジヤさん絶対話さないすぎたね。ありがとう。よっちゴングバさんハートヤークありがとうございます。カサネさんが発音もありがとうございます。パチパチありがとう。白鳥さ思うんだけど、自分のマイページで曲何を書いてたんだっけっていう。そう、白鳥のさプロフィールのところから皆さんさカラオケのリクエスト曲書いてるからさ、ぜひそこからリクエストしていただけるとうれしいです。え、まだキスミーパティシエって入ってないのかな。入ってないかな。入ってない気がする。キスミーパティシエまだ入ってないかな。絶対歌いたい。いつかキスキス天ってどこ天。なんでいつも好けないのよ。来る気どお茶で会いたいでしょ。恋しいでしょ。素直になろうよ。多分入ってない。歌ってる人見たことない。キュンが聞きたい。マサパパあ、キュンも歌おうかな。可愛すぎて控えめにてシンデレラすぎる。あつやさんありがとう。ドキモ？ドキモいいね。おつさまちゃんありがとう。カズさん、カテヤさんもありがとう。キュン束ねた恋、君のその仕草に燃えちゃって。キナさんトムボーイ踊れるけどまだ歌えない。タダタダタンデンテテレテレテテレテレ。お、待って、チェリーボム歌おうかな。可愛い曲縛りでサイレントチェリーボム。久しぶりに。この間歌ってたっけ。てみち歌ってない。ブルーベリーナイツチェリーチェリーボン。弾けてもっと甘く熟してどこまでも私
を愛して弾けてもっと甘く熟してね、はじゅくじゅくチェリチェリボンチェリチェリボン。バカにしそう、またチェリーハート、衝撃的なほどにうぶな、いわゆる初恋みたいな恋、どうにかなっちゃうよチェリーハート、爆発的威力で君はあたしを虜にしたの、キュンとしちゃうんでしょ、つつかれすぎてもっともっと真っ赤になっちゃうの、弾けてもっと甘く熟して、どこまでも私を愛して、弾けてもっと甘く熟してね、あ、ジュクジュクチェリチェリボン。お、投げ金ちょうだいマッチさん、マッチさんにチュン。トロ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 けちゃう、あたしの一番弱いとこ、もうどうにかなっちゃいそうよチェリーハート、そわ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 しちゃう、あなたの一番弱いとこどうにかしてあげるわ、キュンとしちゃうんでしょ、つつかれすぎてもっともっと真っ赤になっちゃうの、弾けてもっと熱く熟して、絶対的に私を愛して、弾けてもっと熱く熟してね、あ、熟く熟くチェリチェリボン。男の子も女の子も、男の子も女の子も、男の子も女の子も、チェリー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 、いや、ダメ、ノン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 、チェリボチェリボ、そう、チェリボだよ、マッチさん。チャンチャンチャン、はじけてもっと甘く熟して、どこまでも私を愛して、弾けてもっと甘く熟してね、あ、熟く熟く、弾けてもっと熱く熟して、絶対的に私を愛して、弾けてもっと熱く熟してね、あ、熟く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 、チェリチェリボン。懐かしいよね、ケニー。チェリチェリボン。チェリチェリボン、いつだろう、小学校の時とか聞いてた気がする。チェリチェリボン。絶対的にサナメルを愛します、ありがとう、やっち。みんなすごい、いちごじゃない、間違えた、チェリーありがとうございます。この歌で、あんな歌で恋を乗り越えてきた、恋を乗り越えてきた、ありがとう、チェルブンも可愛い曲だぜ、マッチさんね、わかる、可愛い曲ですよね、なんかね、本当にうんって感じ。青春サブリミナルが聞きたいな。青春サブリミナル歌います。青春サブリミナル。出てこい！青春サブリミナル。検索結果がゼロ件です。そんなことは。そんなことは。イコーラブで調べたらいいか。
シュキピー、シュキピー、あった、チョコレートディスコ。あ、ゴンゴンパーさん、明日は長崎なの？あ、大丈夫です、やっぱり可愛い、ありがとう。って噂で聞いた、本当かまだわからないけど、チャンスはきっと探せばあった、近くにいたのに気づかなかったんだ、期待と不安のシナプスきしむ、そんなこともどうだっていいよ、走れ君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった、正直な自分今さらログインする、学校に君がいて何を話すか思いつかない、だけど会いたい、空の色が変わってゆき、サイドが上がる、やっとわかった、答えは一つ、青春はサブリミナル、ありがとう、サナがいい、同じ高校同じ中学、伸びた背も遠くに感じてた、付き合うとかそういうんじゃなくて、やっとスタートに立てた気がしてる、初めての会話覚えてるのは私だけでしょう、あの夏で一番暑い日だった、なんとなくさりげなく友達で近くにいたいだけ、溢れ出る思い閉じ込めて蓋をして、それでいい、それがいい、なんて嘘はもうつきたくない、生まれ変わりたい、動き、あそこからほら鼓動を走る、眩しくなった、この景色はそう簡単なサブリミナル、さっきまでと違うもの、その答えはイコールラブ、それはきっと東大生も知らないでしょう、ググった当て出てこない、私しか導けない、好きで好きで好きで、複雑すぎるクイズ、君がいい、君がいい、君がいいなんて言えなかった、正直な自分今さらログインする、学校に君がいる、何から話せばいい、結構タイム焦らせる、大きい背中が振り向く、君でした、君がいい、君がいい、君がいい、早く言いたかった、恋の導火線真っ赤な火が今つく、野球部の声響く、校庭に歌いただたたずむ、今はこれでいい、鼓動早くなり、周りの温度が上がる、やっとわかった、
毎秒可愛いリュウスープありがとう。最後にキスハグ歌って終わろうと思います。あ、可愛くてごめんにしようかな。可愛くてごめんにしたよね。私のことを愛して何が悪いの知ったでしょうか。痛いだとか変わってるとか届きませんねそのリプライ。大好きなお洋服、大好きなお化粧で、お決まりのハーフツイン巻いてお出かけしよう。日傘持ってこっちだって幸せだもん。可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。ちゅ、あざとくてごめん、気になっちゃうよねごめん。ちゅ、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん。ちゅ、尊くてごめん、女子力高くてごめん。ムカついちゃうよねざまあ。皆さんにチッチあげる。あなたはあなたのことだけどぞ私に干渉しないでください。類は友を呼ぶと言うけど届きませんねその駆け口。思い厚底ブーツ、お気に入りのリュックで、崩せない前髪くしれといて、お出かけしよう。軽い女ふざけんな、重すぎるつの。ちゅ、かわいくてごめん、この時代来てごめん。ちゅ、目立っててごめん、意識しちゃうよねごめん。ちゅ、かわいくてごめん、自分磨きしてごめん。ちゅ、ぶりっ子でごめん、とりこしちゃってごめん。ムカついちゃうでしょざまあ。しない変わりのとここわかんないんだ、いつもわかんなくなっちゃう。お腹すいた。おじさんでも覚えてしまった曲来てるのいいですね。ちっちゃありがとう。みんなこの世の中がこの考えで溢れていく、世界は良くなる。え、本当にそうだと思うね。わかるね、ゆうすけ先生。わかる、この世界がそうだったらね。ちゅ、可愛くてごめん、生まれてきちゃってごめん。ちゅ、あざとくてごめん、人生楽しんでごめん。ちゅ、可愛くてごめん、努力しちゃっててごめん。ちゅ、尊くてごめん、女子力高くてごめん。ムカついちゃうよねざまあ。はい、皆さんありがとうございました。今日カラオケ皆さんにチュッ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 。マサパパ私服可愛かった、私服の写メ替えお願いしますって。ありがとうマサパパ。今日はねワンピースで行ったんです。今日ありがとう、嬉しい。全然スクショタイムから行きます。眠くなっちゃいました眠くなっちゃったのでスクショタイム行きましょうはい、せーあ、新しいヘッドホンとともにって思ったんだけど、また繋がっちゃった、ごめんなさい皆さん。どっちがレフト&ライト？こっちだ。あ、繋がった。え、やばい、皆さん聞こえますか？皆さん聞こえますか？これで、今 AirPods に繋がっちゃったからさ、勝手に。あ、これでも配信できるのかな？え、声聞こえてます皆さん。これでも配信できるの？この耳の状態。すごい！
ますよ、せーの。ちょっとかっこいい感じで。かっこいい感じ。訪れもない？しんちゃん。巣に戻りすぎきつい。え、これさ、良きだね。これでさ、電話もできるってことですよね。これとかで。すごい。このままで。めっちゃ似合う。ありがとう。でもちょっと重いんですよね、これ。欠点。頭痛くなる。1位団地の方見ます。1位にしけ先生、ありがとうございます。2位ゾザン、ありがとうございます。3位さくらさん、ありがとうございます。4位やちめろ、ありがとう。5位マサパパ、ありがとうございます。6位ジェイドジェイド、ありがとうございます。7位トカヤロ、ありがとうございます。8位 MKT、 ありがとうございます。9位ゴングマンさん、ありがとうございます。10位スカイゲートさん、ありがとうございます。11位サンハムさん、ありがとうございます。12位サイリューさん、ありがとうございます。13位サムさん、ありがとうございます。ヘッドホンして歩くときは気をつけてね、マサパパ。そうですよね、気をつける。今日もありがとうございました、皆さん。バイバイ。ラブだよ。バイバイ。じゃあねー。また明日。